アントニオ猪木さん、私はあなたを全力で運極にするとここに誓います。さあ、そんなわけで皆さんは作っておりますでしょうか。そう、こんにちは、こんばんは、おはようございます、リコちゃんです。ダー、やっていきましょう。アントニオ猪木さんことアントン。さあ、今回はソロでいきたいと思います。カメラ回すと急に鼻がムズムズしてるね。じゃあ行きましょう。私のメンバーは3つはこんな感じですね。燃える闘魂究極、元気があれば何でもできる、元気があればウルージになれる、そんなあなたは銀河探し。いや、モーセがめちゃくちゃ強いんですよこれ。本当にこのステージにおいては白くね、これマシ大丈夫か、まあいいや、モーセ強いんですよ。っていうか寒くなりましたね、急にね。闘魂のね、このリングの中で言うセリフじゃないかもしれませんけど、急に寒くなりましたね。これ完全に梅雨入ってるね、ずっぽしと。せっかく釣りしようかなと思ったんだけど、釣りするタイミングがねえや、これ雨ばっかりだからさ。さあ、そんなわけで、なんだっけこれ、下平さん何しがいだっけ、ストロングしがい、ストロングしがい、下平さんがかっこいいと思うキャラクターの確か3位か4位でね、5位か、5位でございます。そんな話をした矢先にね、このストロングしがいがね、このステージに出てきたということですね。で、私思ったんですよ、ストロングしがいだったってこと、そのマッチョ系のキャラクターめちゃめちゃ出るじゃないですか。で、なんで、あいつが出ないのか、あ、なんだっけ下平さん、プロレスキャラいるじゃん、なんだっけ名前違ったな、なんだっけ、あ、そう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 、なんでフォックスメタルが使われないかっていう話なんですけれども、まああれ基本的に武藤さんなんですよ、格好が。武藤圭司さんなんですよ。武藤圭司さんって団体どこだっけ、下平さん。新日だっけ。あ、そうなんだ、今は違うんだっけ。あ、全日本の社長とかだったし。あ、そうかもしんない、全日本か。なんかいろんな関係で多分使えないのかもしれないね、わかんないけども。完全にボックスメタルのね、格好は武藤さんですもんね、あれ。こういうやつ全く一緒ですからね、うん、もしくは使えるかもしれないんだけど突っ込まれるわけにはいかないから。うん、で日本とかにね、だから使えないのかもしれないし、なんかいろんな理由がありそうでね、ボックスメタルに関しては美味しくない理由がありそうだな。さあ、そんなわけでボス戦はもう行ってるんだっけ。行ってるね。これ下にズッポチャ入ったら最高なんだけど、場所的に微妙だねこれ。大丈夫大丈夫、いや強いんですよこれマジで。で、フォース、ちなみに皆さんもう運極にしましたこれ。まあ、アントニオ猪木さん世代的に最近の子供はそんなに分かんないかもしれないんですけど、最近は銀次さんをされているということで、ちょっと面白いですよね。さあ、ということで勝ちました。私はモハメド・アリだということはね、勝てたということは、1、2、危ねえ、2ドロでちょうど運極達成でございます。はい、ありがとうございます。10、20、30、だーだーってことでね、挨拶ちょっと似てるということで、さらに親近感湧いてるということでございますけども、私のアントニオ猪木さん、あの一晩経ってですね、現在運極がこちら3体でございます。で、できる限りですね増やしたいと思ってるので、今月中には、画面いっぱいにアントニオ猪木さんの運極が全て埋まるように、努力していきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。ということで、以上、アントニオギコキでした。バイバイ。